木蘭と父の増木蘭は、中国における伝承文芸、歌謡文芸で語られた物語上の女性主人公。木蘭の姓は、花、出、木、木など一定していないが、狂撃では、花木蘭とされる。老病の父に代わり、娘の木蘭が断層して、従軍、異民族を相手に各地を転戦し、自軍を勝利に導いて帰郷するというストーリーである。 陳の尺札とした組、古今学録に収められた、北魏の木蘭氏が記録された、最も古い文献とされる。画伏二25巻横吹曲辞後の、両鼓門横吹曲十二首に、木蘭を二首種が収められている。南北朝時代の北朝の民間民謡に由来すると、される。その中に、古今学録曰く木蘭不知名石膏制度、観察試験魚士中、 すすむいげんすけ食ふいりと、古今学録の記事が記載される。木乱獣軍古事は、古代、家や儀曲、小説の題材となった。儀曲では、民の女医が編んだ雑劇、メス木乱などがある。また現在の狂劇などでは、花木乱の題で演じられている。小説では、新書の著人、む、随刀演技にも含まれている。日本では、田中良識が、 これを題材にした小説、風よ、万里をかけようを書いている。各茂る線、楽譜集、ウィキソース。二種のうち一種目の日本語訳は、中国名詞戦中、松枝茂雄編1984年岩波、文庫 ISBN978 から40億320万3323、南北朝時代の歌謡、北朝の歌謡、 p196 から204がある。もう一種は、後の時代に追加されたもので、リゲン素計作のものである。単に、木乱従軍の逸話を取り込んだもので史実とは、無関係であり、作品の主要な要素ではない。進化影業起こ日本の占領期間に唯一残った、映画会社、木乱氏に関するカテゴリー、ありがとうございます。